ね、今日はあの大内の素晴らしい、そうです、売れた歌を歌っていただけるそうなんで、非常にね、ちょっとこれは楽しみですよ、楽しみなんですよ、ちょっとプレッシャーです、ね、さっきね、本物が流れてましたもんね、そうですよ、ね、いやいやいや、あのリハを聴いたときに感動しました、ちょっと感動しましたね、本当に、いいですか、マイコン、なんかさすが気が利いてますね、はい、こんな感じで小間遣いですみたいな、はい、大丈夫ですか、大丈夫ですか、じゃあお任せしていいですか、はい、はい、そしたら、はい、じゃあ夏美代さんです、よろしくお願いします、はい、お願いします、皆さんこんばんは、福岡から参りました夏美代と申します、あ、ですね、今日はご縁のあって誘っていただいたんですが、僕ら今日はですね、大先輩方たくさん出てあって、大内さんと直接ですね、お知り合いの方たちいっぱい出てらっしゃるんですが、僕らは直接の面識はございませんでして、僕24歳ぐらいの時ですね、1994年、僕がレンタル屋でアルバイトをしてた時にむちゃむちゃレンタルされてた曲なんですよ、愛が生まれた日という、僕にとっては、そんな思い出の曲です、一生懸命演奏いたします、
ても光栄に思っております。ありがとうございました。あの声かけてくれたこともありがとうございました。では最後の曲ですね。あ、はい、私たち福岡市の方で、活動を2人でしてまして、来月は広島の授業も行ってきます。マジ、はい、よろしく。はい、ジュルシさんに6月10日の日、金曜日、はい、であの帰りにですね、6月11日の土曜日、小倉の513ホールっていうところで、演奏させていただきますので、もしよろしかったらぜひお越しください。よろしくお願いします。いつもあのライブでステージの一番最後にこの歌をあのお客様も一緒に歌わせていただいてますので、あの多分皆さん知ってる曲じゃないかなと思いますので、ぜひ一緒に歌ってください。 Beautiful Day。出ました。ありがとうございます。本当。
もう一回大きな拍手をお願いします。ありがとうございました。夏美雄さんでした。